皆さんこんにちは、津田健次郎です。初日からですね、たくさんの人に本当に劇場に来ていただきましてめちゃくちゃ嬉しいです。短い時間ですが楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。僕の場合はテレビシリーズの方で一緒に見たりとかして、遊びがたくさん入ってるじゃないですか。テレビシリーズ見てるともう遊びをなんかキャッキャッキャッキャ言いながら、ああこれすごいよくできてるなと思って本当に楽しそうに見てるので、はい。しかもそのねフォルムから何からかなりパンチ力が抜群なので僕もなんだろうこれって最初思ってましたけど、やっぱすごい面白いのを一緒に見たりしてます、はい。しかも歌もねパンチがあって、ね、パンチがありますねセリフとかも全部パンチ力抜群の作品ですね。そうですよね、はい、でもそこがね、はい、愛されてるね理由かななんてね思いますよね、はい。マネージャーちょっとめちゃめちゃ普通のすいません、もう本当に相棒です、ね、すいません、はい、そうですね、もう仕事を一緒に、はい、やっていく。最初人じゃないものを書いてたんですけど、台本とか書いてたんですけど、はい、人でお願いしますって言われたんで、慌ててザザザってさっき直前に書き直しました。そうなんですね。はい、でマネージャーと書いたその心は、あ、そうですね。でももう本当に相棒で一緒に、はい、仕事をやっていく相棒ですね。はい。なんかあれですか。うん、そこはすごくこう切磋琢磨いろいろ言い合ったりとか。あ、そうですね、割と話しますね。こういう風にしたいとかああいう風にしたいとか、はい。じゃあ相棒の好きなところを教えてください。おーそうですか。まあ、一生懸命やってくれてる、もうとにかく情熱持ってやってくれるところですね、はい、愛がありますね、はい、ですってどこかですって公開告白みたいな、ね、本当ですね。ね、はい、どうもありがとうございました。いやすごいこう大人が見るとシビアな割とね、こうずしっとくる物語だったりしたので、どういうふうにね受け取っていただけるのかっていうのは、はい、すごく思いましたけど、あとちょっとね金木怖いところなんかもあったりするから大丈夫かなっていうのもちょっとありました。大丈夫でしたかね、お子さんたち。怖くなかった？大丈夫だった？金木先生。怖かった。いいんだよ、怖いって言って。お腹に響きそうな感じだよね。それはそれで正しい反応ですね。そうですね。そうですね。はい、なんかすごくこうなんていうんですかね、やっぱり金木もとてもやりがいのある、うん、はい。なかなかシビアな話でもあったのでやっててすごく楽しかったです、はい。津田さん全体を見てどんなところ、うん、あここいいなとか思いました。あやっぱり絆の部分ですよね。それぞれの絆の部分っていうのがすごくいい映画だなと、あとテレビシリーズと本当にこうガラッと変わるというかね、なんか別の作品レベルでそうなんですよ。そうびっくりするぐらい。ネオフィラさんの音楽が乗ると、はい、あれこれ何の作品だっけ、何の作品だったっけっていうぐらい、やっぱすごく見応えのある、はい、全体通してね、やっぱすごい劇場版ならではの、良さがやっぱありましたね、はい。今回のメッセージは、まあ、卒業シーズンということで門出を迎える皆さんに津田健次郎さん、仲里依紗さん代表して一言ずついただければと思います。なかなか重い門出ですか、はい、そうですか。まあね、人生には別れと出会いがたくさんこれからもねあるかと思いますけれども、一回つながったご縁は頑張ればね、頑張らないとちょっとこう離れてったりしちゃいますけど、本当にこう仲良くしていきたい人とはずっとこう頑張ってつながっていってほしいですし、新しい環境とかにねなったりとか、新しい学校行ったりとか、まあ職場もそうですけども、ちょっとこう緊張したりねドキドキしたりするかもしれませんが、いい環境を自分から率先してね作れるといいなと思っております。門出なので、本当に新しい、道を
これから歩む人は頑張ってください。素敵な出会いがありますように。はい、ありがとうございます。なんかね、何の会か分かんなくなってきました。みんな真剣に聞いてくれてます。ありがとうございます、うん、はい、お隣お願いします。